これまでのまとめによりますと、岩手県内ので今回の震災によって亡くなった方の数は258人に上っています。また行方のわからない人は家族などからの届け出があるだけで235人以上、そしてけが人も61人以上となっています。ご覧いただいているのは地震発生直後の岩手県宮古市の様子です。物が壁にぶつかる音が激しく、宮古の震度は震度5強でした。建物の1階にいた人は外に飛び出し、看板や電柱が揺れます。激しい揺れでした。さらにその呆然としている市民の横を津波に備えて港に向かう消防車、緊急車両などが走っていきました。こちらは地震発生直後、宮古港の津波の第一波の映像です。宮古市魚市場向かいの作業小屋を飲み込んだ津波はあっという間に魚市場の裏手の駐車場や住居に流れ込み、港の船だけではなく市場の大きなシャッターなども壊して、その勢いを増した波はさらに奥へと入っていきます。このカメラを撮影している記者の位置なんですが、この宮古の皆さんと避難したこの宮古市の魚市場の裏、丘の上の駐車場付近だったということです。その津波は車や魚市場の施設、さらには重油タンクなどを伸び込んで、やがて宮古港の方へ引きます。その引く波の強さも怖く、この津波の恐ろしさというのをまざまざと感じさせました。宮古の町はあっという間にこの波に巻き込まれてしまいました。そして高台に避難した人たちはそれまでいた場所、そして瓦礫となっていく自分たちの住む町をもう呆然と見上げるしかなかった。これは波が引いていく状態です。押し寄せた波があらゆるものを飲み込んで、そしてゆっくりと引いていく様子です。そしてこれまでに亡くなった方のうち、宮古市向かい町の山崎藤子さん60歳、そして富士市田村山町の桑田義雄さん63歳の2人の身元が判明しています。そしてこの津波繰り返し何波もこの宮古を襲いました。一旦引いた波がやがて再び津波となって押し寄せてきました。なんといっても今回の津波を改めて怖さを感じるのは、その第一波がやってくる時の速さでした。港から、港の中に水が入り込んでいくと、あっという間にその町全体を飲み込んでいきました。それでは地震から今度は一夜明けた昨日の宮古市の映像をご覧いただきます。海を見たらもう腰がすくんでしまって、海を見ないで逃げたんです。ひたすら逃げて逃げて助かったんですけど、後の方たちはわからないんですけど、ね、私の歩道の部分なんですが、この辺りまで津波によって物が流されてきた跡が見受けられます。そしてあちらには船が流されてきたんでしょうか、引き上げられた様子が伺えます。どういう風にされていたのかよくわからないね。こうっていうのは考えられないけど、まだね、水が来ないでしょ、断水、それから電気がないです。岩手県の昨夜9時現在、昨夜9時現在のまとめによりますと、岩手県内では合わせて4万5409人が避難をしていて、このうちご覧いただいていた宮古市で避難している方の数は4714人となっています。そして岩手県内ほぼ全域で停電が